こんにちは、ニーニーパラヤー。こんにちは、ピーナツくん、ジャッサー。ジャッサー。いやー、暑いですね。暑いですね、最近。もう暑い時には何したくなる？まあ、絶対暑いところには行きたくないです。はい。あー、もう涼しいところ行きたいよね。そうだね、カフェ、涼しいカフェに行きたいです。カフェ？はい。気取っちゃってさ。は？プールだろ。プールだろ。ワンパクボーイか、お前は。プールとか最近行ってる？プール行ってないですね、今年はまだ。いや、そうだよね、はい。なかなか行かない人多いんじゃないかな。あんま行かないですよね、大人になると。というわけで今日は、ピーナッツくんが教える最高のプールの入り方。サウナみたいに言うてますやん。何ちょっとこの間ね、はい、プールに行って今までの中で一番気持ちいいプールの入り方ができました。本当にあることをすれば最高のプールが入れたので。なるほど。ちょっとそれをお伝えしていこうと思います。はい。というわけでプールの最高の入り方お教えします。はい、よろしくお願いします。まあ例のごとくちょっと紙芝居形式でサウナじゃん。ちょっとお伝えしようと思うんですけど。サウナではないんだ。ちょっと、はい、あのいつもとはちょっと違います。夏、夏、はい。あー、いいですね、いい絵ですね。ひーみーてアングルがもういろんななってるよね、真上から。はい、もう鳴り出してるよね、鳴り出してるね。セミが見つけちゃったんだよ、僕もセミを。もう死ぬほどいるわ。どうした、セミかわいいな。ひーみーって泣いてるよね。なんでクローズアップするんだよ、必要か。ポロッ、あ、どうした。耳、うまっ。なになに、セミが目の前で。確かに長時間セミ見すぎじゃない？セミの命は地上に出て7日間という。そうだ、7日間も見つめてたの、うん、夏に出てくるセミは7日間しか生きられない、うん、はい。そして夏というのも、はあ、オープニングがすごい映画夜しかみたいになってきたよ。この入道雲が見れるのもすぐ終わる。腹立つわ。ちょっと夜しかがね、ちょっと流れてるイメージしてください。テレ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 流れてますか、はい、夜しかイメージしてください。というわけで、はい、行くぞ。どこに、クレヨンしんちゃんみたいなリンクがあってない、ちょっとプールへ。うるさ、長いわ。今何枚目ですか、もう。やっぱね、早いけ。見て、ちゃんと、はい、あ、ちゃんとプールのカバン持ってるね。そこなんですよ、重要なところが。おっさんじゃない、5歳だったね。ま、お、なんだ、おっさんに見えたからちょっと一瞬全然違うだろ。やっぱね、プールなんだよ、夏は。短いからこそ、はい、ちゃんと夏っぽいことをしないと。確かにね、それは YouTuber として大事です。お教えします、プールに持っていくもの、はい、おー、水泳帽、ゴーグル、タオル、会員証、水着、財布ですね。あー、あの浮き輪とかいりません。はしゃいで水鉄砲とかしょうもないもん買わないでください。プールタオルちゃんとあれじゃん、体巻くやつじゃん。あ、そこ重要です。浮き輪必須だけどな。あなたレジャーでプール楽しんでる？そうだろ、9割そうだろ。違うから、6個。水着が競泳用じゃん。6個これだけ持って行ってください。はい、おすすめファッションです。半袖、短パン、はい、そして野球帽子。いよいよ本気で狙いに行ってる。いや、やっぱね、本気で楽しんでほしいんですよ、プール。ライトルームみたいなさ。なんだよ、ライトルームって。雑誌のライト、知らないよ。え、男の趣味雑誌みたいな。ライフスタイルを提供しようと思ってるから。そうですか。はい、これただのプール紹介じゃなくてライフスタイルだから。わかりました、わかりました。さあ行くぞ。おっさんなんだよ。これあの、いやいや、あの、いつ頃かと思いました。アイキャッチ、アイキャッチ。皆さんね、はい、あのお近くにプールあると思うんですよ。どんなプールでもいいです。確かにこう巨大施設、はいはいはい、でっかいレジャーなプールでもいいですし、ちっちゃい市民プールでもいいです、はいはいはい、とにかくプールに行ってください。プール行きます。はい、はい、受付します。はい、だいたい受付はね、若いかっこいいお兄さんなんで、それ目的で行ってもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあロッカーに鍵をもらったんで。わー、懐かしいね、このプールの鍵。これ濡れていいやつね。そう、それもまたプールの醍醐味ですかね。この下にさ、なんかあのバン、あー、プールのあるだよ、ね、そうあれもちょっと濡れてます。あー、ちょっと嫌だね。ちょっと嫌だけどプールって感じだね。嫌だけどプールって感じ。はい、そして脱衣ですね。どのアングル、もしかしてロッカーの中にカメラ入ってますこれ。はい、ロッカー盗撮なんだよ、ロッカーからのアングルはい、脱衣します。水着をちゃんと履いてください。当たり前だろ。水着を履いていざプールに行くんですが、はい、忘れてはなりません。洗濯ですね。あー、すごい。でもサウナと手順が変わらない。そうなんですよ。これね、別に夏場はなんてことないです、はいはいはい、冬場はちょっと寒いかもしれませんが、もうこういうのもね、あの久々に行くとめちゃくちゃ上がるよ。うわー、地獄のシャワーだーって言ってんの。言ってるわけねえだろ
ふざけてる。ライフスタイル提供しようとしてるんだよ、こっちは。そしてですね、よしと。おー、じゃあね、帽子かぶないとダメだもんね、はい。目があんまりプールのあれと合わないんで。あ、あ、重覚したやつね。そうそうそう。だからちゃんとゴーグルをして、行くぞ、レッツゴー。おー、まあ、プールはね、大会競技場みたいじゃん。この僕が行ったプールは、はい、すごく泳ぎのために特化したプールです。なんていうの、レーンごとにコースを区切る浮きみたいなのがあって、はいはい、いざ、もう入っちゃいましょう。ザッパーン。デブすぎて体浮いちゃってるよっていうやつか。いや違うわ。違う、ごめんごめん。入った瞬間の、その瞬間を切り取っただけで浮いてるわけじゃないんだよ。この瞬間がもうめちゃくちゃ気持ちいいですから、もう泳ぐだけ泳いじゃいましょう。まずは平泳ぎ。すごいね、ちゃんと水面に入って、なんか画力が。いやもう大変だったよ、これ書くの。水の画力すごいね。そして、はい、クロール。きつい。きつくないだろ、なんでやだよ。影作ってた。いや誰でもこういう顔なんだよ。ただのデブだよ。誰でもこういう顔になるの。あ、確かにクロール中の横って誰絶対取られたくない顔してるね。そうですよ。それを再現してるんだ。そうです、そうです。平泳ぎで50、はい、クロールで50、計100メートルぐらいは泳ぎます。もう いきなり。いやーこれでもう、もうすごいすごい。すごいサウナみたいになってる。はい、こんな感じ。え、暑いの？いや暑くない、疲れる。もうとにかく疲れる。もう行って10分でもういいやってなるから。あ、そうプールって泳ぐだけなら本当にもう10分経てばもう。プール行く人ってさ、もともと水泳しててさ、キロ単位の泳げる人が行くんじゃないの？いや基本的にそういう人がいますよ。キロ単位の人。いやもう全身何しに行ってんの？いやマジでしんどい。さあ、そしてですね、こっからが本番です、はい。なんと僕発見してしまいました。ここのプールに裁断室というものがございました。なんだ裁断室って。裁断室ちょっと気になるな。ちょっと行ってみよう裁断室に。すごいね、こだわりのカメラワーク展開からされてますね。そして中を開けてみます。始まった。嘘だろ。わーするとサウナ着いた時のそこに待っていたのはおやおや、いやサウナじゃねえか。あれサウナの新しいスポットじゃねえか。あれ この感じサウナだ。およ60度じゃん。なんと裁断室ちょっとぬるめのサウナなんです。やばいとこ見つけたな。やばいとこ見つけた。ちょっとこれは大革命です。60度でもそう冷たいとこ入ったから熱く感じるんだ。ちょっと熱く感じますし、なるほど、なんかこう疲れてるから、はい、本当に心地いいんですよ。しかもめっちゃ広いし超穴場。これあんま教えたくないな。プールの裁断室はサウナだぞっていうことを。そしてもう周りを見渡すとね、やっぱもう、アスリートたちが、もう、裁断室内でストレッチしてるんですよ。なるほど。しんどいな。いやもう、アスリートたちの、このストイックな。多分、キロ泳いだ後に殺してるんだろう、ね。そうそうそう。なるほど。ま、約10分後。サウナになってきてんだわ。60ドルこんななんの？待ってください。これがサウナだとしたら、この後、水風呂に入りますよね。そうですね。ここがちょっとポイントなんですよ。まず、シャワー浴びますね、はい、先ほどので汗を流して、そして気づいてしまったんです。やばいと、巨大水風呂だ。うるさ、めちゃくちゃうるさいんです。僕が言ったのは、はい、騙されたなみんな。いやいやいや、これは最高のプールの入り方ではなく、プールを巨大水風呂に変える究極の方法だ。うるさ、巨大水風呂なんですよ。もうやばいでしょ。もう入りたくてうずうずし、そりゃそうだろうね。もう入ったー。本当に、なんていうか、水と一体になれます。あー、すごー。水風呂であり、プールでもあるんで、そこに泳げるわけじゃないですか。今まで泳いできた水と同じなのかっていうくらい、体が抵抗しないんだよね。だから本当にスイスイ進む。すごい、泳ぎながら整いかけてるな。そうそうそう。はいはいはい、整い泳ぎ。パーって。で、いつもならここで、整ったーで終わってますよね。そうだね。はい。じゃ、この時の感情。はい。こんな感じでした。疲れたー。疲れてるやん。やはりただ疲れます。でも最高に気持ちいいプールを入ることができました。そして、やはり帰りにはこれを買ってください。これですね。最高じゃん。セブンティーンアイス。なんてこった。これを買って食べて帰る。神レポだ。これがもう最高のプールルーティンです。なるほど、整いはしないが。何よりサウナが行けるという。いや、やばいよねこれ。やばいね。というわけで皆さんもプール行ってください。サウナレポじゃねえか今日。
いや絵がねすごく上手くなってましたわ。あ本当ですか、はい、やっぱ伝えたいことがあると画力も向上するんですね。いや本当にちょっと不意打ちでした、はい、こんなにプールが気持ちよく入れるのか。いやまさかプールの動画出すと思ってなかったから。いやちょっと違うかったね、はい、やっぱ全国にプールいっぱいあるからちょっと足を広げようかな。サウナからサウナにもプールにも、はいはいはい、今後ね出張とかで行ったらそうサウナだけじゃなくてプールも。キモいなそれ。なんか多分ねプールってね組み合わせ次第では生かすも殺すも自分次第みたいなのがありますから、ね、ただ疲れるだけになる可能性もある。そうそうそう。というわけでピーナッツくんが教える、はい、プールのある夏、はい、ライフスタイルでした。書籍化か雑誌の1ページの案件狙ってるんですか。やっぱ夜しかも流れたしね。流れてねえよ。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうね。また明日。じゃあねバイバーイ。ピーナッツ